こう耳かき取っちゃったからか、めっちゃ跳ねてる、超ヘッドってきた。あ、うちはありがとうございました。超今日の髪の毛気になっちゃうんだけど、わあ。今日は待って、本当にちょっとしか配信できないわ、ちょびっと。やばい、今の髪型超変なんだけど、やばい。気になっちゃう、気になっちゃう、ちょっと今日の髪の毛、今の髪の毛が変すぎて。もう触んない、もう触んないわ。いやー、今日の子楽しかったですね。いやー、何がというか、いつもと変わらずって感じでしたけど、今日はキラキラつけました。アイラインめっちゃ長い。今日見えますか、見えましたか、目がめっちゃキラキラでして、今日は楽しかったね。今日も今日も今日とて楽しい公演でした。指曲がんない事件。親指の話したり、いろんな話しましたね。いやSTU さんもサプライズで来てくださって、めっちゃいい曲、新曲指。でもめっちゃ珍しいって言われます、こんな人出会ったことない。親とかも、私の親とかもさ、めっちゃグイーンって反るんですよ、なるちゃんみたいに。私だけなのこんなの。もうなんならこっちなんよ、こっち側なんよ、こっち側に全くいかないの、頑張ってもこれ。親指、なるちゃんとかさ、全部の指なんかすんごいこんな反ってた。関節がなんだろう、何かなんですかね。でも昔ちっちゃい頃から反らない人の方が少ない気がする。みんな大体さ、こっち側やん、反るじゃん。少ない方な気がする、こっちの方。指相撲とか関係、逆に指相撲強い方じゃない、こっちだ。なんであんな親指の話になったんだっけ。二刀流、私はメンバーのカメラマンと二刀流です。カレー社マイキューはめっちゃ昔、超昔、超久しぶりにお話ししました。めっちゃ昔、私が可愛いっていう話してて、すごい覚えてる。握手会の会場で写真撮ろうってなって撮ったの、すっごい昔、久しぶりに話しました。今日はレンシャ、確かにレンシャ、レンシャも面白いけど、いや、彼氏はいいんじゃないですか。
みずみずしい写真を。彼氏私のツーショット、私の携帯にはもう私はそのツーショットを持ってないから、私は持ってないけど、そう昔一緒に写真撮ったの覚えてるわ。ひなしゃ、ひなしゃライバル、私も彼氏入りますって言って現場に行きたいもん。メンバーの写真撮りたい。でもカメラのことは全然知らないから難しいじゃないですか、あのなんかレンズがなんちゃらとか。私はもうこんなちっこいカメラでメンバーの写真を撮るのが好きなんですよ。もうスマホとかカメラも好きなんだけど、勉強めっちゃ難しいやんカメラって、お金かかるしね、カメラって高いよね。私はスマホでちょっと今日の写真撮ってとか言って撮るメンバーの写真がうまいって言われるんですよ。お話し会とかでさ、今日ちょっと写真撮ってとか、コンサートの裏とかで、イベントの裏とかでさ、オフショット的、オフショット的メンバーの写真を撮るのが得意なんですよ。漏れるから、私が撮った吉田が書く漏れるんですよ。あ、劇場とかコンサートとかに行って私も撮りたい、ごっついカメラ持って。あ、そう、めぐさんのインスタのあのツインテールの写真も私が撮りました。可愛いでしょ。まあもうそれはめぐさんが可愛いからなんだけど、すべてはそうなんだけど。ゆうちゃんが言ってた？言ってた？そうなのよ。そう。分かんないけど。そうらしいのよ。メンバーに好評です。私の撮る写真いいね。カメラ旅に行きたい。でもね、やっぱ人の写真を撮るのが一番好きなんですよ、ね、風景とか物とかもいいけど、いやいいんだよ、何でもいいんだけど、やっぱ一番なんかメンバーとかさ、家族とか友達とか人撮ってるのが楽しい。でも楽しいんだけどね、写真撮ることがすごく好きです。彼氏を浸透させなきゃ彼氏
いやいや、次劇場出るのいつかな。劇場出たいな。絶対ちょっと前髪パッツンすぎるな。昨日さ前髪巻いた状態で切ったから、でも今前ちょっと切りすぎたのかな、やっぱりわかんないな。パッツン、いやパッツン変じゃない、変じゃないですか。変だよって言えないよな。前髪変だよって言えないよね。変じゃないですかって。いやいいよね、なんかなんだろう、ちょっとすんごい3分くらいで切った前髪とか全然変じゃないね、全然良かった。パッツン、パッツンが好き私は。パッツンパッツンじゃないけどパッツン、おでこが狭いからね、パッツンになってパッツンパッツンが、イエーイ。夜ご飯は味噌汁、なるちゃんがくれた味噌汁と、もう15分経った。あとねタルト食べました、チーズタルト、スターさんが今日差し入れしてくださって、劇場のスターさんがチーズタルト美味しかった。めっちゃ美味しかった。しみますね、公演後の甘いタルトは。最高。もうちょいできる。眠た。今日波動もあったんだよね、そういえば。本当に今日公演中もずっと裏で波動どうかなとか、終わってからもさすぐ波動の結果みんな見たり、ほうすっごいみんな波動勝ちでだから波動にかけてる。終わってすぐみんなでさ結果どう結果どうと調べて、見れなかったからね。ねかぶってたからね今日は公演と。頑張ってくれました今日の3人も。B 最近来てるね、強い。福岡優勝商品が決まってるんだ、いいね、良きですな。あーハルピョン、そうか福岡行きたいって言ってたから、それは良かった。それは良かった、ハルピョンが福岡行けるのは嬉しいです。
ってくれました。イエーイ。そんなハルピョンは夢見るの宣伝をいっぱいしてくれる人です。私が感謝したいメンバー、ハルピョン、夢見るファンなのでいっぱい見てくれてます。とそして宣伝をしてくれる。ホワイトデー、野球、今日の公園の集合写真のポーズはホワイトデープレゼントあげるポーズと野球ポーズ、野球がね話題なんでね。右投げ左打ち。私今キャッチボールやってくださいってできるかな。キャッチできないかもしれない。投げるのはめっちゃ苦手なんですよ。このさ、学校の身体測定みたいなのでソフトボール投げってよくあるじゃないですか。何メートルボールを、ソフトボールを投げれるかみたいな。本当に全然飛ばないんですよ私。その辺みたいな。クラスでもう本当に下の方だった。ずっと投げてたらいけるようになるんかな。小学生の時にそのよくね弟とキャッチボールの練習をしてめっちゃ上手くなったんです。上達したの。あのキャッチがさまずね無理だったけど。毎日のようにやってた。それで高校生くらいになって久しぶりに授業であのソフトボールやった。あ、え、中学の時もやったっけ。あ、中学の時もやった。高校でもやってさ、高校の時さ超になんかペアで何々できたら終わっていいですよみたいなので全然できなくて、連続で落とさずにキャッチボールを何往復かできたらもう終わりでいいですよみたいな、あと1回で達成だって時に落としちゃったりとかさ、出たな。懐かしい。デスパイネは中学生ですね。デスパイネ吉田先生に言われてました。私の打ち方がデスパイネだ。デスパイネだ。懐かしい。懐かしい。言われてましたね。
ャッチボールやりたくなるね。キャッチボールやりたくなる。いいですね野球、本当話題ですよね。ヌートバー選手かわいい。差し入れで味噌汁は奈良ちゃんが差し入れで味噌汁くれた。なんかモナカみたいな味噌汁、すごいおしゃれな味噌汁の差し入れ。いいよね味噌汁って。私もいつかしよう味噌汁の、なんかおしゃれじゃない味噌汁。そうお土産だと思う。お土産お土産お土産で、あとなんかお芋のスイートポテトみたいなお菓子もくれて、そうやね。バッティングセンターは私がストレス発散に行ったら逆にストレス溜まるみたいな、打てなすぎて。おもろい、打てないですよ。でもいいよね、行くだけで楽しいよね、打てないけど。遅いとかで、遅すぎても打てないしね。味噌汁でーすってそのまま飛ばせる、そんなわけではない。なんか袋に入ったやつ、おしゃれな。YouTube で確かにバッティングセンター行ってみた動画撮りたいわ。めっちゃ荒れてるかも。時がよし、じゃあランキングはもっと、ランキング読みます。13位ポムさんありがとうございます。12位鳥親父さんありがとうございます。11位山塚寺さんありがとうございます。10位金谷さんありがとうございます。9位ももかんさんありがとうございます。8位ルークさんありがとうございます。7位ももじさんありがとうございます。6位ぬっしーさんありがとうございます。5位まっきーさんありがとうございます。4位あつさんありがとうございます。3位まぼろしさんありがとうございます。2位ジャーニングさんありがとうございます。1位タートジさんありがとうございます。ありがとう、ありがとう、今日も遅くまで。またね、おやすみなさい。ありがとうございました。バイバイ。